バイオパークでは、2月26日より再開バーガーを始めました。再開町の食材にこだわり、長崎県の食材にこだわり、始めたハンバーガーです。パンですが米粉を 50% 練り込んだ美味しいパンに作り上げました。パテも、今までのような薄っぺらいパテとは違ってボリュームのある美味しいパテができています。野菜もトマト、レタス、こちらも西海市で採れた有機栽培のトマト、レタスを使った美味しいハンバーガーができています。種類といたしましては、ハンバーガー、照り焼きバーガー、チーズバーガー、エッグバーガー、ベーコンエッグバーガーとスペシャルバーガーで、もう一つフィッシュバーガーと7種類になります。美味しいハンバーガーが出来上がりました。どうぞ皆さん一度お召し上がりに来てください。一度美味しかったらまた2度3度 と、お客様との再会を私たちは望んでおりますので、どうぞぜひ一度お召し上がりに来てください。お待ちしております。